ち上がるのはどちらなのか。機能社長 VS テイクイットオクトパスバブルースタート。
これは難しいわ。もう両方勝ちでいいんじゃない、もう俺。素晴らしい対戦、さすが決勝トーナメント、木下太郎 VS テイクイとオクトパス。ジャッジの方々はドローはありません。では勝敗の方を決めていきましょうか。果たしてどちらがベスト4に進むことができるのでしょうか。それでは参りましょう。ジャッジー